はい、それでは2015年2月実施、早稲田大学人間科学部の解説をしていきます。はい、今年の出題の一覧ですが、まあ、例年通りの傾向ですね、1番原子古代、2番中世、3番近世、4番近現代ですかね。で、第55番がまあ時代横断なんですけど、これも例年通りで、必ず未見資料を使いますっていうのもそうですし、テーマがあるんですね、人々の住居に関して、時代横断でとっくと。 で未見資料が3つあって、定番資料1個が、まあ、緊急問答かですかね。はい。で、それから、他の問題でもやっぱり資料が出てますね。大問2番で、定番資料、朝倉高景上場。まあ、これ問題での出題になりますけどね。はい。まあ、出てるという形になります。その他を、まあ、ご覧の通りです。はい。正解しなくて良い問題の一覧ですけど、 大問5番がやっぱちょっと難しかったですね。まあ、読解というよりは、あの、知識問題で結構難しいのが、まあ、あったっていうのと、それから大問2番で2つ、で、大問3番で1つで、合計6問。まあ、こんなもんですね、難易度としては、例年通りかなっていう感じがしますね。それから大問4番でやや難が1問あって、それ入れても7問なんで、まあ、全部間違えても、まあ、8割には到達できるというところですかね。はい。 配列問題が2問と少なめでした。それから大問5番で資料読解問題が1問入っています。で、早稲田の日本史、生語問題をどう攻略するかですけど、ポイントはですね、辞名の語文ですね。これを見つける意識っていうのが大事です。明らかに誤ってる。しかも、内容としては教科書の基礎レベルの内容ですね。ですから、これを見落とさないことが大事です。で、そのためにはですね、時期の判断。 それから内容の判断。この2つをですね、分けてやることが大事で、まず時期判断ですね。だから最初に時期判断。次に内容判断をする。分けた方がいいです。一緒にやると忘れたりする可能性がありますので、はい、時期判断と内容判断の具体的な中身については、まあ、ご覧ください,、はい。もう1つはですね、保留する勇気を持つということですね。 これは本番を想定した場合に非常に重要になります。というのはですね、次第の入試問題は、受験生が戦後判断できない選択肢、要は知らんよ、こんなんっていうのが入ってるんですね。で、そういう選択肢にぶつかったときに、正誤判断をしないっていうことが大事なんですね。ですから、判断しないわけですから、保留するってことですね。はい。で、特に、 語分選択の場合、例えば誤っているものを一つ選べという場合は、ですねその選択肢が判断できなかったとしても、他に明らかな誤り、地名の語文ですね、これがあれば、それが答えになるわけですよ。ですから、慌てないことです。はいはい、どうせこの後に地名の語文があるんでしょっていうような意識を持って選択肢を見ていく。で、わからないものは保留するっていう意識が大事です。 分からないからって動揺しないことこれが大事になりますで早稲田の日本史の生語問題で難しいのがこのケースなんですよ自名の成分を選択する場合でどういう場合かっていうとまず正しいものを選べでその際に正しいものを選べってことは 他の選択肢、例えば4つあったら、4つが全部5分であるっていうことを見極めていかなきゃいけないわけですね。ところが、そういった場合に、この選択肢が入ってくる。受験生が正語判断できないものが入っている場合、どうなるかっていうと、残りの4つのうちですね、例えば1つが、これ正しいか合ってるか分かんねえなってなるわけですね。 でそうなっちゃうと、例えば答えが2つとかになる可能性があるわけですよ。自分としてはこれ正しいなって思う選択肢と、いや、これ正誤判断できないなっていう選択肢が1個あると、答えの方法が2つあるっていうことになるわけじゃないですか。つまり、保留法が通用しないってことなんですね。で、ただ、早稲田の場合、こういうケースのパターンの場合はね、辞名の成分っていうのを 選んんんででででいいくここことにななるすすすよよ明らかな成分ですねでここが難しいんですよ予備校講師もですね正誤問題解くときは基本的にこの選択肢のここが間違ってるっていうのを一個一個弾いていくんですね。で最後に残ったあ絵が成分だみたいな形で答え出すんですよ。ところが早稲田の場合はそれが通用しない問題っていうのが結構あるんですね。 で受験生は多分これが一番難しいと思います。で、ただ、大学側も多分配慮はしてると思うんです。この地面の成分を思い切ってえいって選ぶ場合はですね、ややその成分の難易度が低いんです。教科書の基礎的な知識を使って文章を作ってたりするんですね。なので、まあ、このケースの場合は保留法は通用しないんですね。使えないんです。ですが、まあ上がる 明らかに成分だからこれが答えなんだろうなっていう形で答えるケースがあります。ここがまあ一つ、壮大日本史の正誤問題におけるポイントになります。はい、では大問1番から見ていきます。問いの1です。河川米に関連する記述として誤っているものはどれか1つ選びなさいということですね。誤っているものを1つで河川米は縄文時代の遺跡からは特定の産地からもたらされたものが出土するというところに線が引かれています。あ、 大分県のの島は黒曜石の特産地であるで。イ、長野県の和田峠は黒曜石の特産地であるとあるんですけれど、まあ、いずれも成分なんですけどで教科書に地図なんかも出てるんですけどどうなんですかね、大分県の姫島こっちの方はちょっと難しいかもしれませんねで分からなければ保留とい、まあ、は地名ですからね、これは判断できてほしいですけれどという形になります。 北海道の白滝は翡翠の特産地であるということなんですけれど、これは誤りですよね、北海道の白滝は、まあ、翡翠ではなくて、黒曜石の特産地ですよね。はい、でも翡翠が特産地なのは、絵のところですよね、新潟県の姫川とか糸魚川の流域、まあ、ここしかないんですよね。ということを知っていれば、うが明らかな語文というふうに判断できますので、まあ、保留の選択肢があったとしても、答えはうというふうに分かります。 問いうのに、河川部 B に関連する記述として、誤っているものはどれか一つ選びなさいということですね。誤っているものを一つで、河川部 B はですね、水筒工作や金属機などの新しい技術というところに線が引かれています。あ、名畑遺跡や板付遺跡からは水田跡が見つかっているということですね。まあ、これは成分で自明だろうというふうに思います。 水筒工作は弥生中期になると、北海道から沖縄に至る日本列島全域で行われるようになったということですね。まあ、これは明らかな5分ですよね、北海道や沖縄で弥生時代に水筒工作は行われていませんから、まあ、これはもう5分だというふうに明らかに判断できますので、答えはいいという形でいいと思います。残りの選択肢、上を、ですね、まあ、これも成分判断は多分そんなに難しくないと思うので、はいまあ、答えは出せるだろうと思います。 河川節のような弥生時代の社会状況をうかがうことができる遺跡はどれか2つ選びなさいで弥生時代の社会状況をうかがうってことなんですけど河川はですは、ね、身分の差が生まれ村同士は激しく争うようになったというふうにあるわけですね、まあ、激しく争うってところから、まあ、看護集落選べばいいのかなっていう感じになります。 で選択肢をパッと見てみると、まずイとウ、まあこれ時期が違うんですね。古墳時代なんで、ラッキーだなっていう感じですよね。三寺一遺跡と黒い峰遺跡ですね。まあ、これをまず消去します。で、尾の大湯遺跡、これは多分環状列跡の大湯遺跡のことを言ってると思うんですけど、それからかの亀ヶ丘遺跡ですね。まあ、これ縄文時代なんで、これも消すとですね、もう自然とあの唐カギ遺跡と根、ね、の池上曽根遺跡ですね。 要は、時期判断さえできれば正解が出てくるという問題になります。問いの4、河川部 D に関連する記述として誤っているもの、これを一つ選びなさいということですね。誤っているものを一つで、河川部 D はですね、中国の皇帝へ長考を行い、それを日本列島の中での自らの権威強化に利用するものも出てきたというところに線が引かれています。あ、関所地理紙には和人が定期的に落老群に調考していたことが記されている。 まあこれは特に問題ないと思いますね。い、ご感受統遺伝には和の名国王が金印を授かったことが記されているということですね。まあ、両方とも成分であることは問題ないだろうというふうに思います。う、ご感受統遺伝には和の国王水晶が金銀を授かったことが記されているということなんですけど、 んとね、これ、受験生には判断、多分難しいと思うんです。で、ちなみにね、これ、記されてないんですよ。ですので、これ、語文ってことになるんですけど、次のスライドで確認するんですけど、これね、早稲田大学答えは、まあ、おっていうのを想定してるんで、まあ、はっきり言えば、出題ミスっていうことになるんですね。まあ、大学側から出題ミスであるということは、後日公表されてますので、まあ、A に関しては基本的にまあ保留すればいいだろうと、まあ、いうふうに思います。え。 魏氏は神殿には、邪馬台国の女王卑弥呼が真偽和王の称号を授かったことが記されているということなんですけど、まあ、これは問題ないと思いますね。で、お、魏は神殿には、邪馬台国が糸国との戦争に際し、魏の皇帝の権威を利用したことが記されているというふうにあるんですけど、これはもう明らかに誤りですよね。糸国との戦争ではなくて、国家国との戦争ですから、まあ、これはもう明らかに誤りなので、まあ、おが語文であることは、まち名ということになります。 ただ、前のスライドで述べたんですけれども、まあ、うですね、まあ。これが正解とは言えないところがありますので、まあ、うと両方答えがあるということで、えー、大学側からですね後日、取材ミスであるという旨の発表はあったということについて添えておきます。問いの5河川部 E の時代や制度の仕組みはどれか一つ選びなさいということですね。 で下川部 E が、ね、大和政権なんですね。でそうすると、まあ、大和政権の時代ですから、まあ、古墳時代というふうに考えればです、ね、まあ、E の三宅と絵の姿勢制度であることはまあ自明だろうというふうに思います。ほ、はいまあ、他はもう全くやっぱ時期が違うんでね、あの根弊の制度が、かむ天ノですから平安時代ですし、不明体制になるともう10世紀に入ります、荘園光領制はまあ陰世紀ですからね、でかの軍団制はまあ律令制なんでね、まあ、これは多分問題ないだろうというふうに思います。 問いの6番です。河川米府に関連して、4世紀、5世紀の日本列島と朝鮮半島の動向について述べた文として、正しいものはどれか一つ選びなさいですね、正しいものを一つ選べで、4世紀から5世紀の日本列島と朝鮮半島の動向というふうにあります。あ、江田船山古墳出土の鉄塔は、朝鮮半島への出兵が記されているということなんですけど、えっ、ー、とね、そのような記述はないんですけど、もしわからなければ、まあ、保留してください。 弁管地域からは百済が成立した、で馬漢地域からは白木が成立したということなんですけれど、これはまあ基本知識で語分であることはいいだろうというふうに思います。語分なんで消します。 え日本列島に朝鮮半島から乗馬の技術が伝えられたということなんですけれど、まあ、これは5世紀の事実として正しいかなというところですよね、バグなどが副葬品に見られたりしますんで、乗馬の風習とか技術があったことはうかがえますから、まあ、これが地名の成分でまあ選べるだろうというふうに思います。 日本列島に朝鮮半島から仏教が伝えられたということなんですけど、仏教伝来はまあ6世紀ですから、4から5世紀ではないんで、まあ、これは消去するということですね。まあ、あの判断に迷ったとしても、答えが A であることは自明だろうというふうに思います。問いの7で河川不自に関連して、率や量について述べた文として、誤っているものはどれか1つ選びなさいということですね。誤っているものを1つ選べということで、テーマは率や量です。あ、 天武天皇の死後に飛鳥清見原領が施行されたということですね。施行なので自統天皇ですね。返纂開始であれば天武天皇ということになります。い、戸籍に基づく個別人身支配を定めているということですね。まあ、これは律令制の基本システムですから、はい、両方とも成分であることは問題ないだろうというふうに思います。う、地方支配は図領が行うと定めているということなんですけど、 律や量に関してなんで、これ基本的には大法律量とか養老律量っていう話なんですけど、図量っていうのはまあこれ10世紀に登場しますから、まあ、当然律量国家が成立した当初、つまり律や量が定められた当初に図量なんてものは存在しませんので、これは誤りということになります。はい。語文を選べですから、まあこれが答えということになります。はい。 A と O の選択肢ですけどね、まあ、これも多分成分であるっていうことが判断できないと困るかなというところがあります。はい。いずれにせよ、答えは U です。問いの8、下線部 H に関連して、小燥因宝物に含まれるものはどれか2つ選びなさいということですね。小燥因宝物に含まれるものを2つ選びなさいということなんですけど、まあ、多分ですね、U のラデンシタン語源の B は、これは多分選べると思うんですけど、 まあそれ以外はです、ね、た、まあ、多分知らないと思うんで、まあ、消去法で解いていくということになりますで。基本的な考えとしては、この正倉院宝物っていうのが、聖、まあ、武天皇とか、その妻である光明皇太后、それの遺品を納めたものというふうに考えると、天平文化の時期ということになりますね、要は8世紀です。ですから、それに関係ないものは消去しようという発想でいくと、まあ、例えば、あの領海曼んざですね、これ、公認上岸文化期ですから消えます。 それから、か、洗面古写経ですね。これに関しても、やっぱり消えますね。陰性器ですから。関係ないですから消します。はい。で、次に、この、焦燥院の宝物って、どこにあるかって言ったら、焦燥院は、これ、東大寺にありますんで、東大寺にないものは消去していいだろうという当然発想になってきます。はい。 で、そうすると、E のアシュラ像、まあ、これ、幸福寺アシュラ像と考えれば消去できますし、オノ、岩神和尚像も、東照大寺っていうことになりますから、これらは消去できます。で、そうなると、残った選択肢が実は、うとえになるんですよ。つまり、この問題はですね、消去法で解けるんで、まあ、えについてはですね、まあ、当然これ覚える必要はないということになります。答えは、うとえということになります。はい、それでは、大問2番に入ります。問いの1番です。 河川兵衛についての記述として、誤っているものはどれか一つ選びなさいということですね。河川兵衛はですね、草戸浅間町遺跡ですね。まあ、有名なやつですよね。あの、中世に、まあ、栄えたんだけど、水没したというね、まあ、あの文章ですけどね。川の洪水によって水没した中世都市の遺跡であるということで、まあ、多分、受験生これぐらいは知ってると思うんですけど、まあ、いうえおですよね。 なんかわかんないですよね。西の高台に位置する寺の門前町と言われても、うーんみたいなね。で、それから、O なんかもね、いや、どうなんだろうっていう感じになるし、特にやっぱ、えがもう難しいですよね。ビンゴの国、大田野省の倉敷地に指定されていた。なので、まあ、これは分からなくていいです。できなくていいと思います。はい、答えは、絵なんですけど、まあ、これもね、もう当然知識として覚えておく必要ないんで。 そうですね、草津宣言町について押さえておきたいのは、まずビンゴの国だということと、瀬戸内海のですね、川の河口にある港町で繁栄したということと、それからまあ水没したということを押さえておけばいいということになります。答えは A になりますが、まあ、学部統伐できなくていいと思います。問いのに、河川部 B に関連して、川内の国などに多く住み、 鍋、釜、桑など日用の鉄製品を製作した職人たちを何と呼ぶか一つ選びなさいということですね。で該当するものがなければカをマークせよということですけれど、まあ、これは選択肢を見れば、うのいい文字、これが地名だろうというふうに思います。問いの3、河川武士に関連して当時の小取引における家計使用の円滑化を図ろうとした法令はどれか一つ選びなさいということですね。 まあ草戸千家町がまあ大体中世、まあ、室町の話が出てきたりしてますけど、貨幣仕様の円滑化っていうふうに考えれば選択肢を見ればです、ね、あのエリゼニで、まあ、選べると思います。問いの4、河川部 D を含む本州から蝦夷地の渡島半島に渡った和人たちにより築かれた館のうち、 40万枚に近く及ぶ中国船が出土した館はどれか一つ選びなさいということですねこれはもうこの40万枚近くに及ぶ中国船が出土した館ですよね道南中にての一つである篠り盾であることは自明です答えはおということになります問いの5空欄1に該当する語句はどれか一つ選べともし該当するものがなければかをマークせよということですけれど土佐港を支配していたのはというふうにありますからいの安藤氏であることは自明だろうというふうに思います 問河川部位に当てはまる地名として誤っているものはどれか2つ選びなさいということですね。誤っているものを2つ河川部位は戦国大名の城下町ですね。これに当てはまる地名として誤っているものと、まあ、いうことになってバッと選択肢に載ってるんですけど、まあ、石山と堺であるっていうのは多分地名だろうと思いますあの石山が地内町で堺は港町ですね。 でそれ以外の選択肢は、まずこれは城下町と大名の組み合わせですよね。やっぱりこれをきちんと押さえておきたいですよね。まあ、ただ、いずれも、ねまあ、基本のものばかりなんで、小田原北条、山口大内、春日山は長尾ですね。まあ、後の上杉謙信ですけど、もともとは長尾陰虎ですから、駿府は今川ということで、まあ、大丈夫だろうというふうに思います。問いの7。 河川米府についての記述として、正しいものはどれか1つ選びなさいと、いうことですね。正しいものを1つ選ぶということで、河川米府は1畳谷ですね、ここに線が引かれているわけですけれどあ、大河川の河口地帯に広がる港町であったということですね、1、まあ、畳谷に行ったことあればね、まあ、違うに決まってるんですけど、山の中にありますから、まあ、そこら辺をまを知ってるかどうかっていう感じになりますよね。はい。 で、まあ、い、山城城下町、港から構成されていた。まあ、港はないですから、まあ、ここら辺が消えるということですけどね。う、平城巨漢城下町から構成されていたってことなんですけど、これね、実はね、城下町っていうんですけど、これ、城下くないんですよ、実は一応谷っていうのは。だから、これも実は誤りなんですよね。で、まあ、えが成分なんですけど、 まあ選択肢を自明だっつって選ぶ必要があるんですけどね、まあ、ちょっとやっぱりうとえで悩んでできないと思いますんで、まあ、学部問わずできなくていいと思います、はい、答えは A ということになります問いの8下線部 G の意味内容を示す語句として最も適切なものはどれか1つ選びなさいということですね 仮は朝倉が館のほか国内に城郭構えさせまじく走路宗別武厳あらんもの一条谷へ引っ越し豪村には代官ばかりを置かるべきことっていう、まあ、定番資料ですよね朝倉高家城城の資料文ですけれどまあこれがね何を意味するかって、まあ、尾の家臣団の城下町まあこれはもう知識としてあると思うんでね真面目だろうというふうに思います。 はい。大門3番に入ります。問いの1です。河川兵衛に関連する記述として、正しいものはどれか2つ選びなさいということですね。正しいもの、これを2つ選びなさいということですね。河川兵衛は関ヶ原の戦いですね。ここに線が引かれています。あ、背景には、家康の影響の高まりを恐れた五大路の一人、石田三成と家康の対立があったということなんですけど、これは誤りですね。石田三成は五奉行ですから、まあ、これは誤りであることはすぐわかると思います。はい。い 三成は毛利輝元を名手として豊臣家大名に呼びかけ兵を挙げたということですね。まあ特段問題はないですけどね、こ、まあ、この毛利輝元を名手としてっていうのが、まあ、早稲田レベルだったらできなきゃいけないんですけど、まあどうなんでしょうねというところで、分かんなきゃ交流しましょう。 古くから秀吉の武将であった福島正則、加藤清正らが三成の呼びかけに応じたが戦いに敗れたということですね。まあ、これは誤りですよね。福島正則とか加藤清正は、まあ、三成ではなくて家康の方に味方していることは教科書にも明記がありますから、誤りというふうに判断できます。え勝利した家康は新政権の安定を目的に西軍についた諸大名の多くを憲風に留めたということなんですけど、まあ、これは語文ですね。石田三成なんかは残首されてますし、例えば石田三成はね、 大江の国沢山を海域になって取り上げられていますから、まあ、その意味で原風に留まったですね、ここが誤りということになります。はい。お、戦後、家康は初代名に国江津と豪潮の作戦を命じ、全国の支配者であることを命じしたということですね。まあ、これは問題ないですね、成分だろうというふうに判断できると思います。か、戦後、家康は後代時に秀頼が奉納した釣り金の名分を口実に戦いを仕掛け、豊臣家を滅ぼしたということなんですけど、 まあ方向時証明事件ですからね。ま、広大寺ではないですよね。はい。ということなんで、まあ、語文が全部自明なんで、成分の意図を、ま、二つ選べるんじゃないかなと思います。問いの二です。江戸時代の河川部美についての記述として、誤っているものはどれか一つ選びなさいということですね。誤っているもの、これを一つ選べということで、江戸時代の河川部美は大阪に惹かれてますんで、江戸時代の大阪ということになります。あ、 大阪の駅の後、町は一旦水尾し、秀吉が築いた大阪城も破却されたということなんですけどね。まあ、受験生わかんないと思うんでね、まあ、これ保留ですかね。はい。まあ、ちなみに成分なんですけどね、大阪城破却、秀吉が築いたっていうことなんですけど、まあ、大阪の駅で焼き落ちたことを考えれば、破却って言えんのかっていう部分があるんですけど、まあまあ、保留にしましょう。い 大阪城は幕府の直轄となり、西国大名の同行監視を役目とする城代の役職が置かれたということですね。まあこれ大阪城代については学習していると思いますから問題ないと思います。成分なんで消します。復興した大阪は全国的な商業経済の中心地となり、三都の一つに数えられたということですね。まあこれも問題ないと思います。まあこの復興っていうのに引っかかるんだったら保留してもらえればいいかなというふうには思います。え 大阪を中心とする経済圏では取引や決済に主に金貨が使用されたということなんですけど、これはラッキーですね、5分ですね。大阪を中心とする髪型は銀使いですから、基本的には銀貨が使用されています。ですから、地、ま、名、あの5分なんで、ほ、まあ、他の選択肢で、ね、よくわからないものがあったとしても、絵、まあ、が5分で正解というふうにた、ま、ど、あ、り着けるんじゃないかなというふうに思います。お、はいまあ、に関しては、特に問題ないと思いますね。多分と分といいいうふううにに判断できるだろうというふうに思います 問いの3、空欄一に該当する語句の組み合わせとして正しいものはどれか一つ選びなさいということですね。家康の死の翌年、秀忠は全国の大名や何々に領地あてがい状を出しと、まあ、つまり領地あてがい状を出す相手、これが空欄に入ると、まあ、いうことになりますね。で、これがまあ基本的には二つあるということなんですね。で、そうすると、まあ、これは明確な知識があるわけではないんで、まあ、将軍が 領地を与える相手みたいな形で考えると、まずこの大名の家臣、これは別に将軍と集中関係を結んでるわけではないんで、まあ、これが入ってる選択肢は消せるということになるんで、あとい、いと、かですかね、まあ、これは消去すると、まあ、いうことですね。 でまあ、残った選択肢のうち、まあ、これ御家人というのは、地行地持たない蔵前取りが多いですから、まあ、そう考えると、おそらく将軍が領地当てがい状を直接出すことはないだろうというふうに考えて消去すると、まあ、残る答えはうと、でまあ、公家自社と自者ということになります、はい。で、この公家って結構一般に誤解されてるんですけど、これ、天皇から処理を与えられたというふうに誤解されてる。 物資があるんですけど、基本的にはこれ幕府が処理を与えていますので、まあ、そのことは押さえておいていいかなというふうに思います。いずれにせよ答えはうということですね。消去法で正解してもらえればいいかなというふうに思います。問いの4。河川武士の時期の施策として正しいものはどれか一つ選びなさいということですね。河川武士の時期の施策として正しいもの、これを一つ選びなさいということで、河川武士は、秀忠は引き続き大御所として様々な惑星の基盤強化に努めた。 でここだと、まあ、当然分かんないんでその直前から文章を読んでみるとですね、その上2行のところに「家康の死の翌年」って書いてあって秀忠は、まあ、先ほど土井さんでやった領地あてがいを出しということですねでその後に「早くも6年後には家光へ将軍職を譲り」って書いてあるんですよでその直後に下線部が引いてあるんで「家康の死の翌年から6年後」 で家康の死が1616 16年ですからその翌年ってことになるんでこれが1617でそれに6他社員で1623年、まあ、つまり1620年代前半だなというふうに焦点定めて選択肢を見ていくことになりますあ大名に対する統制を目的として源氏の武家者ハットを発したということですね。 えとこれは時期が分からなくても、多分ん、五分と判断できると思います。現在の武家諸法度は、将軍は秀忠ですけど、家康存命中に発令されてますから、明らかな誤りというふうに言うことができます。い江戸と国元を往復する参勤交代の制度を義務化したということですね。でこれなんですけど、参勤交代の義務を制度化したのは、武家諸法度官営令、官営の武家諸法度になりますから、これ、1630年代なんですよね。 ところが、今問われているのは1620年代前半の話ですから、まあ、要はここが合致しないということですね。時期が違うんで誤りということになります。う、寺院や僧侶の統制を図るため、諸州寺院法都を出したということなんですけれど、これはもう明らかに五分ですね。時期判定は関係ないですね。諸州寺院法都の発令は、家綱の1660年代なので、要は切れたら全く関係ないですから、これはうも五分で消えます。え、 貿易と布教活動を一体とするスペイン戦の来航を禁止したということですね。1624年というふうに教科書で一般的に学習しますので、それを踏まえるとスペイン戦の来航禁止、まあ、この時期の施策として妥当というふうに判断できますから、これが成分で答えっていう感じなんですかね。選択肢の5。中国戦以外の貿易船気港地を平戸・長崎に制限したということですねこれね。 歴史用語ついてないんで結構見落としてる受験生いるんですけど、これ、入試によく出ますよ、この中国戦以外の貿易船、まあ、つまりこれ、ヨーロッパ戦ということになるんですけど、主な対象は、寄港地を平戸と長崎に制限したのは1616 16年、家康が死んだ直後で、ここから江戸幕府は貿易統制に本格的に舵を切っていくことになりますので、1616 16年の出来事ですから、20年代前半ですから、直錯誤で誤りということになります。はい 5分が全部消せますんでね。はい。答え、A、っていうのも、まあ、成分であることも地名なんでね、選べるだろうというふうに思います。続いて問いの子です。下線部 D のうち6代9代に該当する人名の組み合わせとして、正しいものはどれか1つ選びなさいということですね。6代9代っていうのは、これ何のこっちゃっていうことなんですけど、 下線部 D が家光から10代将軍まではってあるんで、あ,あ、6代将軍と9代将軍選べばいいのねっていう話になるんですね。で、そうすると、6代将軍は家信、9代将軍は家重ですから、それの組み合わせを選べばいいので、答えはかということになります。問いの6。下線部 E の指紋に答えた、聖壇の著者はどれか1人選べと。もし該当するものな,なければ、かをマークせよということですね。聖壇の著者と聞かれてますからね、お牛素来であることは自明なので、選択肢から答えはうということになります。 問河川部 F に起こった出来事123を古い順で並べたとき正しい組み合わせはどれか一つ選びなさいということですね。晩社の極紀煙霊蝦夷地が幕府直轄になったと、まあ、いうふうにありますけどね一応これ河川部 F 大御所時代って入ってるのはヒントっていうことになるんですけどね。はい 大御所時代っていうとね、まあ、家なりが大御所になった時期じゃないんですよね。これ、家なりの時期全部を指すってことになるんで、でまあ、そうすると、これ将軍で並び替えるのは無理だっていうことになりますよね。まあ、基本的に家なりですから。で、そうなってくると、まあ、大体の年代なんですかね、例えばこれ、1番の晩車の国ですけど、これ見たときに、ああ、30年代だねって、1830年代だねって、こうやって特定できる。 で2番、起源例が出されたという時に、例えば1780年代後半で完成期だなとかって、例えばそういうふうに特定する。3番、エゾ地が幕直轄となったですよね。これ、レザーノフ関連でそういう動きがあるわけですから、まあ、1800年代入ってからですよね。レザーノフが長崎にしたのが1804年ですから、でまあ、そうすると、2、3、1と並び替えるのはそんなに難しくないだろうというふうに思います。はい、答えは、えということになります。問いの8。 下線部 G についての記述として、誤っているものはどれか1つ選びなさいということですね。誤っているものを1つということで、下線部 G ですね、家光の代までにはほぼ完成を見た幕府の仕組み、つまりまあ幕府の仕組みについて誤っているものを1つ選んでくださいということですけど、あ、自社奉行、勘定奉行、町奉行の3奉行は有力な旗本から選任されたということなんですけど、いきなり罰ですね。自社奉行は、普代大名から選任されますから、旗本ではありません。ですので、いきなり5分です。 はい、でこれ、3奉行のうちですね、まあ、自社奉行は幕府の宗教政策を統括する役職なんですけれど、まあ、当然、キリスト教とかの近況政策の絡みもありますので、自社奉行ってこれ、重要視されてるんですね。なので、自社奉行だけ、不代大,大名、残りの勘定奉行と町奉行については、旗本って押さえておくと、まあ、分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、残りの選択肢ですね。 まあ特に困らないかなというところはありますけどね、はいまあ、あがもう語文として自明なんで正解にはたどり着けるだろうと思います、はい、大門四番に入ります問いの1です河川部 A に関連して幕末期に日本が開国から輸入していた品の上位五位に含まれないものはどれか一つ選びなさいというとですね 該当するものがなければ、カをマークスよということですけど、随分長いですね。幕末期に日本が外国から輸入していた品、まあ、つまり輸入品ですね。上位5位に含まれないもの、入ってないものですね。で、まず基本的な考え方として、幕末の貿易っていうのは基本日本が 工業製品と武器を輸入します。なんでかっていうと、欧米列強の方が工業製品とか武器について優れてるからです。で、そうすると、日本は輸出するのは、まあ、原料ってことに基本的になるわけですね。まあ、例えば、キートなんか代表的な例ってことになるんですけど。 でその観点から選択肢見ていくと、あの毛織物、いの面織物、うの面紙、それからおの軍需品なんですけど、あといはもうこれ消去できますよね、工業製品なんで。それからおの軍需品、これも武器なんで消去できると。で、うの面紙に関しては、日本で面産業ダメになったっていう,こう,いう知識があれば、これも消去できるはずなんですよね。で、そうすると気がつけば、A の石炭が答えという形で、まあ、消去法で解いていくのが一番多分スムーズだろうというふうに思います。問いの2 河川部 B に関連してバックが命じた五品江戸改装例の対象となった品はどれか2つ選びなさいということで、これは選択肢から、あとかですかね、キーととローというのは自命だろうというふうに思います。はい。まあ、かの選択肢のね、ちょっとローの感じがね、あの、普通我々が書くローの感じとちょっと違うんですけれど、まあそれはそんなに気にしなくていいだろうというふうに思います。問いの3です。 河川部 C に関連する以下の出来事 A から E を時期の古い順で並べたとき、正しい組み合わせはどれか1つ選びなさいということですね。河川部 C は国内外を結ぶ通信交通網の整備を進めたってあって、それに関連する以下の出来事ですね、これが5つあると。で、並び替えなさいって言ってるわけですね。で、まあ、そうするとまあ時期の特定を当然していくっていうことになるんですけれど。 まず A、三菱汽船会社と共同運輸会社が合併して日本郵船会社が設立された、まあ、大体80年代だっていうのはいいと思うんですよねで同じく B、日本初の民営鉄道会社である日本鉄道会社が設立されたこれも80年代ですねまず A に関してはもともと基本政府は三菱汽船会社っていうのをこれ、ひいきしてたわけですよねところがこれ、ひいきしたのが大倉卿の大熊重信で 大熊が明治14年の製片で下野しますから、でその後、まあ共同運輸会社というのが出てきて、この両社が激しく競争するというのは、多分海運会社のところでやっていると思うんですよ。で、政府がね、まあ、共倒れを危惧したんで合併しろって言って、日本優先会社が設立されたという経緯、これ80年代ですよね、まあ、明治14年の製片の後ですから、81年より後とていうことになるんで、細かく言えば85年ということになります。で B 日本発の民営鉄道会社である日本鉄道会社、これ、80年代前半だっていうのは分かると思うんですよ。というのは、これの成功を受けて、80年代後半から鉄道業で株式会社設立ブーム、それが起こって民営鉄道が増えて、1890年代に国鉄よりも営業キロ数が伸びたとかっていう話は多分やってると思うんで、だから、その意味で大体80年代だっていう時期は特定できると思うんですよね。はい、で、C、日本と欧米の間で電信線がつながったっていうことですね。 これ、長崎から上海経由でっていうことになるんで、これ、1874年ですかね。ここら辺がちょっとどうなんでしょうね。わかるのかっていう話がありますよね。で、E、日本がバンコク郵便連合条約に加盟したっていうことですね。これ、70年代後半だっていうのは、教科書にも載ってるんですけど、問題は D ですよ。東京と横浜の間で電話の交換業務が始まったっていう。これがね、細かいかな。うん。で、電話はね、これ遅いんですよ。 それは90年とかなんですなので、まあ、これが90年代と分かれば配列可能なんだろうけど、まあ、難しいと思います、一番最後にまあ西暦年、政令記念、具体的に挙げておきましたけど、これをまあ細かく覚えなきゃいけないかと言われたら、まあ、人科受けるんだったら、それは必要ないよねっていう感じになりますね、まあ、人科でこの問題が出てるっていうと、まあ、間違えてもいいかなっていう感じがしますし、まあ、そうですね、多角部死亡者もね、なんか他に覚えるべきことあるでしょ。 いいいいうう気すすするんででで、まあ、一応できなくてていいという表現にしてあります答えはうです問いの4、下線部 D の立案において、金貨の採用を嫌疑した人物は誰か1人選びなさいということですね。えー、と下線部 D は、進化条例ですか、で金貨の採用を嫌疑した人物ですけど、これは、ね、もう、説問文から伊藤博文であることは地名なんですね、はいで。早稲田ではこれ過去に出題があるんで、まあ、細かいと言わず、間違えた人はここで覚えてください。 問いの河川部 E に関連する記述として正しいものはどれか一つ選びなさいということですね正しいものこれを一つ選びなさいということで河川部 E は産業化の基盤整備が進み資本主義が本格的に成立発展したというふうにあるわけですけどねあ1880年代後半には製紙と鉄道の部門を中心に株式会社設立のブームが起こったということですけど 株式会社設立ブームっていうのは基本的に鉄道と防易なんで、静止ではないということで、これは5分明確です。消します。い、歓迎の兵庫造船所が三菱に払い下げられたということですね。うん、人家死亡者だとちょっときついんですかね。三菱ではなくて川崎なんで、5、まあ、分なんですけど、まあ、これが判断できるかどうかっていうところが実はあるんですけどね。選択肢のう。 貿易金融を主な目的として、日本環境銀行が設立されたということなんですけど、まあ、これは語文であることは多分いいと思います、貿易金融、横浜賞金銀行担当ですから、はい、でそうすると、じゃあ、日本環境銀行なんなんだよということになるんですけど、以下、ちょっと私のプリントからなんですけど、まあ、抜いてきて説明をしてあります、早稲田などだと出題普通にされるんで、まあ、知識がない人は動画、ポーズで止めて、まあ、メモを取るなりなんなりしてください。 池外鉄鋼所が欧米並みの精度を持った旋盤の国産化に成功したということですね、まあ、これは地名の成分で、まあ、ですからこれが答えになるんですけど、まあ、選べるだろうというふうに思います。お日露戦争後の反動として、日本初の資本主義強行が起こった、まあ、これが1890年であるというのは地名だと思うので、日露戦争後というのはおかしいですから、五分ということになります。 はいまあ、分からない語文があったとしても、A が自明の成分なんで、まあ、早稲田レベルだったらこれは正解できないと思う、まずいかなというところはあります。問いの6、河川部 F に関連する記述として、誤っているものはどれか2つ選びなさいということですね。誤っているものを2つ選びなさいということで、河、ま、川、あ、部 F ですね、第一次世界大戦中にはの後との空前の後継機ですかね、まあ、つまり対戦景気について、まあ、確認すればいいということになります。 アメリカ向けのキーと輸出が増加したということですね。まあ、3つの地域に輸出が拡大していることが分かっていて、その1つがアメリカ向けのキーとの輸出であること。まあ、これ自明ですから、成分ですから消します。い、造船業、海運業が発展し、日本は世界第2位の海運国となったということなんですけど、これは5分ですね。第2位ではなくて第3位ですね。まあ、これよく出るんですね。はい、まあ、押さえておくといいと思います。 ドイツからの薬品や化学肥料の輸入が途絶えたため、これらの国産化が進んだということですけれど、うんまあ、これも成分で問題ないでしょうということなんで、これ消します。え鉄鋼業では日本製鋼所をはじめとする民間会社、これが次々と創設されたということなんですけれど、これは誤りですね。というのは、日本製鋼会社の創設は、日露戦争後の1900年代後半なんですね、つまり、大戦契機の時期じゃないんですよ、つまりこれ、時期錯誤なんですよね。 ということで、まあ、い、e、とえですかね。まあ、これが誤りなんで、まあ、これが答えというような形になります。はい。で、選択肢の O なんですけど、これは知らなくていいです。はい。知らなくても、e と A が、いとえが語文と判断できれば、答えは出せるはずです。か、債務国から債権国。まあ、これも問題ないと思います。成分判断はできるだろうというふうに思います。だから、そうすると、まあ、おが分かんないんだけど、い、e、と A が明確な語文なんで、正解にたどり着くという、まあ、そういう解き方になります。 問河川藤を行った高橋惚玲京についての記述として正しいものはどれか2つ選びなさいということですね正しいものを2つですね高橋惚玲京についてということでありますあ憲政会の総裁を務めたということなんですね うんまあ、これは誤りですね、高橋があの声優会内閣で首相やっていることを踏まえれば、まあ、県政会に所属することはまあ考えにくいんで、まあ、誤りというふうに分かると思いますし、まあ、そもそも、ね、県政会の総裁が加藤隆明と若月礼二郎しかいませんから、まあ、判断はつくと思います。正しいものなんで5分分けします。い、御憲三派内閣において蔵書を務めたっていうことですね。御県三派内閣なんで加藤隆明丸一内閣なんですけど、 これね、ちなみに増書じゃないんで5分なんですけど、まあ、これ多分ね、引っ掛けさせようとしてるんだと思うんですけど、これ受験者がね、知らないと思うんですよ。加藤高木内閣の奥ー大臣なんて知らねえよって感じなんで、まあ、これは保留って感じですかね。はい。う。原高市長が暗殺された後、後継内閣を組織したということで、まあ、これは成分で自明でしょうね。ですんで、これは選ぶってことになります。はい。続いて、えです。田中義一内閣成立後、金輸出再禁止を断行したということですけれど、 金最近止は犬養毅内閣の出来事なんで田中義一内閣ではないですよねですので絵は消えます。お農村救済を主な目的とする自極供給事業を行ったということですけれどまあ自極供給事業高橋財政の主要政策の一つでもありますから問題ないだろうというふうに思いますか蔵省として在任中五・一五事件で暗殺されたということなんですけど これは誤りですよね。高橋が暗殺されたのは226事件ですから。まあそうすると正解としてはうとうっていう感じになるんですかね。はい。まあ、e、が結局保留のままですけれど、まあ正しいものが自明ということで選べるだろうというふうに思います。問いの8。下線部 H に関連する記述として正しいものはどれか一つ選びなさいということですね。正しいものを一つで、下線部 H はですね、 1930年代後半には大規模な軍備拡張などを背景に政府が直接的な経済の国家統制に乗り出したというところの直接的な経済の国家統制というところに線が引かれています30年代後半という時期設定になっていますあ経済統制の中心的な機関として企画院と資源局が合併して企画庁が設置されたということなんですけどまあ企画院がこの時期に成立していることを考えれば企画院が合併しちゃうっていうのは誤りだというふうに多分わかると思います ま、資源局とかね、知らなくても、まあ、これは五分判断できないとまずいかなというところですね。い、e、輸出品等臨時措置法では、輸出品を原料とする製品は対象外とされたということなんですけど、えっと、これ、輸出給入に対する統制をかけるんで、対象外とされたっていうのは、ま、あおかしいと思うんですよね。ま、あですので五分であることは自明だろうというふうに思います。E 第二次、小の文雄内閣は国家総動員法を交付したということなんですけれどこれは第二次ではなくて第一次、小の文雄内閣ですから、これも誤りということになります。え1940年には、すべての労働組合が解散させられ、産業法国会が結成されたということなんですけれどこれ、いやらしい問題ですね、一見ね、成分に見えるんですけど、40年段階、つまり、すべての労働組合が解散させられた。 この段階で新たに結成されたのはですね、大日本産業連盟なんですよ。つまり産業報告会の取りまとめ組織ですね、なんですよ。で、産業報告会って、もうこれより前、30年代後半から作られてるんで、だから誤りになるんですよ。まあ、ちょっと難しいかなっていうところありますよね。というより、いやらしいですよね。はい。A は5分です。で、そうすると O なんですけど、 1940年には贅沢品の製造・販売が禁止されさらに一部の生活必需品について切符制が敷かれたってことなんですけど書いてある文章自体はま特に分からないんでしょうけどここでしょ、ね、この1940年っていうこの縛りがいや、そこまで生歴年を覚えてないよっていう受験生には多分厳しいと思うんですよね。で、そうするとまあ人家死亡者はできなくていいです、はい。ですのでややなんという表現にしてありますが。 まあそうですね。多学部志望者は絵の誤りに気づきたいかなというところはあります。はい。答えは O ということになります。問いの Q。 河川倍を実施させるため、アメリカ政府が日本に派遣した講師は誰か1人選びなさいということですね。もし該当するものがなければ、顔をマークせよということなんですけど、河川倍が経済安定急減速、これを実施させるためなんで、まあ、そうすると、ですねこれ、シャーフは関係ないってことが分かりますから、答えはい、e、いのどっちということになります、はい。これはできないためですね、経済安定急減速を実現するために、どっちが来て、どっちラインをやったっていう、このきちんと理解ができてれば、まあ、正解は選べるだろうというふうに思います。 問いの河川部 J に関連する記述として誤っているものはどれか2つ選びなさいということですね。誤っているもの、これを2つ選びなさいということで、河川部 J が高度経済成長ですかね。はい、あ、日本は独立後に関税および貿易に関する一般協定、GATT に加入し、その後、国際通貨基金 IMF にも加盟したということなんですね。これは逆さまです。GATT の加入1955年、IMF の加入1952年。 えっとね、これは細かくないです。これはちゃんと覚えてください。これよく、あの、早稲田なんかでも出てますんで、はい、いいですね。これはきちんと押さえておいてくださいということになります。語文です。誤っているものですから、これは選ぶっていうことになりますね。い、e、岸信介内閣は貿易為替自由化計画大綱を策定して、本格的な貿易の自由化に踏み切ったということですね。 うーんとね、これちょっと難しいのは、この貿易の自由化ってところでですね、あ、池田隼人内閣だって、早人地理して、あ、これ誤りだなっていうふうに多分判断する受験生いたと思うんですよ。でところがですね、まあまあ前半部分ですよね、ここの貿易為替自由化計画対抗策定。 でまあ、ここの部分、判断難しいですから、まあ、保留するっていうのが、無断な方向性なんですけどね。で、これ、保留さえできればね、まあ、この後、まあと見ていくんですけど、まあ、ある程度ね、選択肢、吟味できるかなというふうに思うんですね。もし早とちりであ、貿易の重要とか違うとかって言って、あといいだみたいな形で答え出しちゃうと、実はこれ、ツになるんですね。う池田隼人内閣は、1961年から70年の間に、1人当たりの国民所得を2倍にすることを目指した、国民所得倍増計画を策定したということですね。 まあ問題ないですよね。60年から10年ですから、はい。成分であることは、じめだろうというふうに思います。選択肢の A。1964年に結成された日本労働組合総評議会は、労使協調主義の姿勢を取ったということなんですけれど、これは語文ですね。日本労働組合総評議会の設立は、これ、ドッジラインを背景に安定強行が起こった時期なんで、これ、1960年代じゃないんですよ。 で、そのことを知らなかったとしても、ですね、この日本労働組合創業議会、略して総評が、1955年から始まる春闘の中心だったこと、これはもう基本知識だと思うんですよ。で、それが分かっていれば、64年に結成されて、55年から春闘の中心で日本語おかしいので、語文というふうに判断することはできるだろうというふうに思います。ちなみにこれですね、全日本労働組合に置き換えると成分になるんですけど、まあ、これも早稲田では出てますけどね、まあ、かなり細かい知識にはなるかなっていうところはあります。 はい、でそうすると、意を保留すればです、ねまあ、あとえが正解だなっていうことには気づけるんですね。はい、で、お、それからか、まあ、ここに文章載せておきましたけど、これ、判断は自明なんですよ、両方とも、成分で、ああ、自明だなっていう感じなんで、意を早とちりしないで、絵まで読めば、まあ、あとえが古文かなっていう感じで気づけると思うんですね。はい、いずれにしても、あとえが正解ということになります。 問いの1、空欄1に該当する人物は誰か1人選べと、もし該当するものはなければ顔をマークせよということなんですけど。 空欄1はですね、律令制のとの農民の暮らしを読んだ1の有名な歌であるというふうにあるんで、まあ、律令制のとで農民の暮らしを読んでるのは山の上の奥クだろうっていうまあ話がもう出てくるんですけどね。で、その後、資料部見ると、まあ、明らかに定番資料の緊急問答家であることはまあ、わかるわけですね。まあ、ここら辺ですよね、佐藤佐賀声はとかって、まあ、ここら辺が有名ですから、まあ、答えがいいであることは自明だろうというふうに思います。というのに、 資料 A、B に記された内容や、原始古代から近世にかけての住まいについての記述として、誤っているものはどれか一つ選びなさいということですね。あ、旧石器時代の人々は食料を求めながらの移動生活が多く、テント式住居や洞窟などを住まいとしていたということなんですね。うん、まあ、これは知識として問題ないんじゃないですかね。はい。成分ですね。 縄文時代から古代に見られる竪穴住居は地面を掘りくぼめて屋根をかけた半地下式の住居であったと、まあ、いうことなんですけどね、まあ、これも特に問題ないですかね。う、はい、平安時代の貴族の住まいである神殿造りでは屋内の広い空間を待ちきるために基調や屏風などが用いられたということですね、まあ、これも多分問題ないと思うんですよね。でえ 鎌倉時代の武士の住まいは畳を敷き詰めた座敷が襖障子で仕切られ、後の和風住宅のもととなったということなんですけど、これ文章が書院作りの記述なんで、まあ、鎌倉時代の武士の住まいではないですから、まあ、これが明らかに誤りということになるんですかね。はいまあ、ですから、A が正解ということになるんですけど、この問題は面白いですよね。資料 A、B に記された内容とか、原始古代から近世にかけての住まいで、読み取りが必要なのかと思いきや、 A は緊急問答家ですからね、これ、奈良時代ってことなんですけど、奈良時代の選択肢出てこないわけですよね。でそれから、資料 B が、これが一応、まあ、完成の改革前後の社会状況が分かるって書いてありますから、まあ、江戸時代ってことになるんですけど、これ、江戸時代にたどり着く前に答えが A って出ちゃうっていう。まあ、なんで、実は読み取りの要素はほとんどなかったということなんですね。つまり、こっちで解けちゃうと、まあ、いうことになります。はい。答えは A です。問いの3 河川兵衛に関連して、武士が年貢を集奪する社会を批判し、農本主義の平等社会を唱えた著書はどれか一つ選びなさいと。もし該当するものがなければ、かをマークせよということなんですけど、河川兵衛がですね、管制の改革前後の社会状況が分かる資料 B のところに引かれているんですね。でそうすると、江戸時代、まあ、中期後期あたりだなというふうに念頭に置いて、で武士が年貢を集奪する社会を批判とか、 農本主義の平等社会を唱えた、これを念頭に置くと、まあ、安藤昭益なんかが想起できると思うんですけど、まあ、それが分かんなかったとしてもです、ね、まあ、これで選択肢見れば、あの自年新鋭度、こっからば安藤昭益の主張どんなもんだったかなって考えると、まあ、ここの線引いたところに合致することは分かると思うので、あの自年新鋭度を選べるんじゃないかなと思います。問いの4。 下線部 G についての記述として、誤っているものはどれか1つ選びなさいということですね。誤っているもの、これを1つ選ぶということで、河川部 B は近代に入って新聞雑誌などの新しい情報メディアが発展するのを、新聞雑誌などの新しい情報メディアが発展のところに線が引かれてるんですけど、あ、神奈川県令の人力により、日本初の日刊誌として横浜毎日新聞が刊行された。後半部分は多分いいと思うんですけど、この神奈川県令の人力っていうのが、 まあわかんないですよね。まあですからこれ保留するしかないと。い。庶民向けの古新聞の代表である読売新聞が大阪で創刊され人気を博したんですけど、多分この前半部分はいいと思うんですよ。なんですけど、こう大阪で創刊っていうのがまだわかんないですよね、多分ね。ですからこれ結局保留です。 政治評論を中心とする大新聞として、大新聞としてですね、朝野新聞が発行され、自由民権の立場を唱えたということなんですけど、まあ、これは多分判断できて成分かなって感じで消せるんですかね。で、えと、うん、まあ、多分難しいと思います。例えば、おなんかも、ここまでやってる受験生が、まあ、いるとします。まあ、早稲田向けなんでわからんかないです。マスメディアとかよく出ますから。で、ここまでやったとして、ここ うーんって感じでしょうし、多分高山長久と絡みで太陽、わかんねえな、みたいな感じになると思うんですよ。つまり、このね、特にこの絵と O なんですけど、これがもう知らないんですよ、受験生は。で、そうするとですね、もうこれはもう判断のしようがないんですよ。で、これ答えはですね、ここが違うんですね、実はいいの。はい。まあもうできなくていいと思います。はい。答えはいいということになります。問いの語です。 河川節と同じく文明開化の時期に普及が始まった事柄として誤っているものはどれか1つ選びなさいというですね誤っているものを1つで文明開化の時期で具体的にこう60年代末から80年代初めに普及が始まった事柄というふうに丁寧に説明があります。で選択肢見ると多分、U、の蓄音機は まあエイジソンが発明したとかっていうのはね、物知りな人なら知ってるんだと思うんですけど、そのエジソンの活躍した時期がいつかなんてね、た多分日本史ではやらないですから、受験生は知らないと思うんですよ。そうすると、残りの選択肢を吟味します。あのの頭、これ流行ったのはいいですよね。 でそれから E の祝祭日、これ、浸透からびで勉強してると思うので問題ないでしょう。え、小学校、まあ、これ、学生を念頭に置けば成分だろうというふうに判断できますし、おのガスト、まあ、これも自明だろうというふうに思うんですね。つまり、これ選択肢のうち、ですね、う以外が該当することが自明なんですよ。でそうすると、それを消去すればいいので、答えは実はうの蓄音機になります。はい。 えっとね、日本だと1910年とかだったかな。あの、遅婚期が入ってくるのが。まあ大体その時期なので、まあ要はそのことを知らなくても答えは出せますよということになります。問いの6。資料 CD に記された内容及び関連する事項についての記述として、正しいものはどれか2つ選びなさいということですね。えっ、ー、と、正しいものを2つで、資料 CD に記された内容及び関連する事項。 いうことですかね。まあ、そうすると、これ、資料呼び取りになるんですかね。はいでえっと、資料 CD に関しては、その C のすぐ上のところに、明治後半に表された以下の資料 CD からも伺われるとかっていうふうに書いてあって、その前には、都市、農村ともに日々の生計に苦しみ、劣悪な環境の中に暮らす人々が増えたとかっていうふうに書いてあります。 資料 C は都市の住まいや仕事について述べたもので当時の高級生活者たちの暮らしぶりが描かれているというふうにありますえっ、ー、とこれはですね高級生活者っていう言葉が新中間層と置き換えられればこれもう時期錯誤で誤りだなっていうのは分かると思うんですねですので A は古文です E 資料 D は農村の住まいや仕事について述べたもので当時の地主古作官の葬儀の在り方が描かれているということなんですけど えっとね、これはもう資料 D 読んでいけば分かるんですけど、地主や小作に関する記述一切出てこないんですよ。で、出てこないですから、もう当然それは読み取れないですから、誤りということになります。近代以降の都市周辺部には、農村などから流入した人々が定職につけないまま収拾する販売があったということなんですけど、えっとね、これ販売って読むんですけど、これがね、知識としてないと分からないんですよ。鉱山労働者とか、 大規模な動物工事とか建築作業場での、これね、作業員用の給食、まあ、要は飯食う場所と宿泊施設がセットになってるもんで、まあ、大体劣悪なんですよ、環境としては。で、これ、高島炭鉱事件のところでね、まあ、細かく勉強すれば出てくるんですけど、た、まあ、多分判断は難しいと思います。で、難しいので保留します。 えっと、ちなみに農村などが流入した人々が定食につけないままあ、収集中する場所ではないので、一応、語分ですけど、た、まあ、多分判断できる実験生はほとんどいないだろうというふうに思います。選択肢の絵、近代以降の農村の疲弊には、米の凶作のみならず、農民の階層文化や商品経済の浸透が背景にあったということなんですね。えっと、まず、後半部分、これは多分知識でいけるでしょう。 階層文化は松方財政で勉強してますし、商品経済の浸透は地租改正のところの地素の勤労化で学習してますよね。で、これでやっぱり生活厳しくなるっていうのは何となく想像はできると思うんで、あとはこの前半部分ですよね。米の共作のみならずですけど、まあ常識的に考えてわかるでしょっていうところあるんですけど、資料の D ですかね。これ下から2行目見ると、 明治年代の基金は、共作にて米が不足なるためとて生じるがごとき、単純なる基金にあらずと知るべしというふうにあって、要は明治時代の基金は共作にて米が不足して生じるような基金とは違うんだって言ってるわけですね。で、この資料 D が、えーと、前のスライドで言ったんですけど、農村がすごい劣悪な環境にあったっていうことのを示す資料だっていうことに考えると、 米の共作で飢饉が起これば農村が疲弊するということはまあ読み取れると思うんですよねで。そうすると絵は読み取れることになります。すべて文章と記述としては正しいということになりますから、絵は選ばなきゃいけないということになります。はい、ですから、絵は答えの一つに入るということですね。続いて、お。道路や上下水道の環境改善を図る都市計画法として、明治期に東京市区改正条例、これが公布されたということなんですけど、 これ、成分で答えになるんですけど、た、まあ、多分これ、判断できないと思います。で、山川の小説用紙は載ってますけど、まあ、細かいですよね。はい。で、か農村の窮乏に対して、道民自ら救済を図る方法として、明治期に農産漁村経済構成運動が推進されたということなんですけど、これ、昭和教皇期の出来事で、まあ、早稲田受けるんだったら勉強してるでしょうから、時期錯誤で蚊は消せると思うんですよ。で、そうすると結局、右となんですよね。 で、うとうの判断が難しいと思うので、まあ、できなくていいだろうとまいうふうに思います。答えは絵と o です。問いの7。空欄には浅間山の噴火や長雨などが重なり、強硬図録にその惨状が描かれた狭窄のことである。該当する語句はどれか一つ選べということですね。まあ、強硬図録なんて、こんなもん。受験者は当然知らないんで、まあ、ここの浅間山の噴火から特定するってことになるんでしょうね。 で、これラッキーなのは、この問題、あの、かを選べ。要は、該当するものがなければ、かを選べがないんで、まあ、きっと、浅間山の噴火から、まあ、温度低迷の危機だろうって推測して、答え書いた人が、まあ、みんな当たるっていう、まあ、そういう問題なんだろうというふうに思います。問いの8、空欄さんに該当する語句はどれか、一つ選べと。もし該当するものがなければ、かをマークせよということですね。 で文章読んでみると住宅問題に絞れば国家レベルの指導を背景に広く民衆レベルにダイニングキッチンや内風呂などを備えた純洋風の住まいが提供されるようになるのは戦後復興の中で大規模な建設が全国的に行われるようになったときて空欄3とあっての登場を待たなければならないということなのでまずここに戦後復興って時期を示す言葉がありますから江戸時代の「あ」 粘り長これは違うでしょうね、それから大正から昭和戦前期の卯島ですか、同潤海アパートと文化住宅、まあ、これは消去できると思うんですよ。でそうすると、残るのが卯の住宅団地と江のマンションということなんですけど、まあ、残りの2つの判断は難しいですよね、でさらに、ね、該当するものがなければ、モも選べというような形でありますから、まあ、これ、卯の住宅団地なんですけど、これはもう知識としては知らなくていい、できなくていい問題だろうというふうに思います。